にちは。私、ハムカツ経済学部の学部長、ハムカツで人生が変わったハムカツ太郎です。いつも講義を聞いていただき誠にありがとうございます。本日はハムカツ経済学部のメイン授業、ハムカツ経済学について講義を行いたいと思います。本日の講義内容は、こちら日本ハムさんをはじめ各ハムメーカー様、そしてですね、日本ハム工業協同組合様のホームページの情報を参考にさせていただいております。いろいろ諸説ございますので、本日の内容はその一つとしてご理解いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ハムカツといえばですねハムカツです。ハムカツ ハムカツといえば、こちら何を言ってもハムが一番大切になってきます。でまずはそのハムの話からしたいと思います。皆様、このハムですね、いつから作られたか、その原型がいつ頃生まれたかご存知でしょうか。これなんとですね、紀元前7000年、今から8000年から9000年前に、こちら豚がですね、家畜として飼われ始めた頃に、その保存食としてハムが誕生したと言われています。その時を経て12、3世紀頃にはですね、ヨーロッパ全域でハムが作られるようになりまして、秋を終える頃ですね、晩秋には、各家庭でですね、ハムを総動員で作って、近所の方々と持ち寄ってお酒を飲んだりハムを食べたり、今でいう、ホームパーティーですかね、それがですね、農家では一般的に行われてたと言われております。それでは日本のハム第1号はいつなのかという話ですが、これは明治5年、明治天皇が長崎に巡幸された際に献上されたと言われております。そして同じく明治5年11月に片岡伊右衛門という方が、やはり長崎に日本で初めてハムの工場を建設されたと言われております。その後ですね、鎌倉や札幌と順次ハムの工場が立ち上がり、徐々に日本に広まっていったと。で今ですね、やはり皆さんがよく口にするこのロースハム、これ日本独自のハムと言われているんですけども、このハムが誕生したのが実は大正5年です。これはですね、当時、第一次世界大戦の捕虜としてドイツ人のローマイヤーさんという方、今でもローマイヤーというハムメーカーさんありますけども、このローマイヤーさんが日本人の口に合うロースハムを作ったと。そして、徐々に日本に広まっていってはいたんですが、何せですね、肉の塊を加工したハムですから超高級品です。当時ですね、やはり公務員の初任給の
約3分の1、いわゆるこの原木1本ですね、が初任給の3分の1と言われてましたから、まあ今で言うと7、8万円という超高級品だったので、まあなかなか庶民の口には広がらなかったと。ではどうやってハムが広まっていったのかというところなんですが、これはですね、昭和22年に現伊藤ハムさんが、いわゆる日本これも独自のプレスハムという、まあ肉の塊やそれにつなぎを合わせたギュッとプレスしたプレスハムというものを開発されたそうです。まあこれですね、この縁の赤いプレスハムまあそれでですね、伊藤ハムさんが素晴らしいのは、この独自のプレスハム作ったんですけども、その製法をこう自分独自のものとして抱え込まずですね、オープンにされたと。これは素晴らしいですね。でオープンにしたことによって、まあおそらくいろいろなメーカーさんがその、レシピや製法を参考にそのプレスハムを作り始め、まあ肉の塊と、つなぎでこうプレスしたハムですので、今までのロースハムに比べると、まあ、かなり安価なハムだったわけですね。まあ、それで庶民の口に届くようになったと。でここでハムカツの誕生の話につながるわけですけども、まあもちろん想像するに、こんな一本ですね、7万も8万もするハムをですね揚げるなんて到底考えられません。昭和22年にできたこのプレスハム、この安価なハムをその後誰かがどこかで、まあおそらく想像するにとんかつの代わりにこのハムをどこかの肉屋さんが揚げたのではないかと。それがハムカツの誕生と思われます。でこれはですね、まあ、昭和22年3年4年の頃の話にはなると思うんですけども、まあ、一切、まあ、こういうジャンクな食べ物ですから、こういうジャンクな食べ物ですので一切文献が残ってないんですね。まあ、ですからあくまでも想像ですけども、昭和23年前後にハムカツが誕生し、まあ、徐々にと広まっていったというふうに考えられます。ですからハムカツにはですね、起源も決まりもないんですね。まあ、ここがハムカツの面白さだと私は思っております。まあ、昨今、いろんなハムカツが生まれております。ハムカツ大学ハムカツ経済学部のこのハムカツ経済学の講座ではですね、まあ、今後ハムカツにまつわるいろいろな話をしていきたいと思います。本日はハムカツ経済学部の学部長、ハムカツで人生が変わったハムカツ太郎がお送りしました。本日もありがとうございました。